エアコンが突然動かなくなった時の対応方法です。まず、コンセントを抜いてみます。コンセントを抜いて10秒ほどしたら、コンセントを差し込みます。そして、エアコンが動くか確認します。エアコンが動かなかったら、リモコンが正常に動くか確認します。まず、電池を新品に交換します。 電池の交換が完了したら、エアコンが正常に動くか確認します。エアコンが動かなかったら、リモコンのリセットボタンを押してみます。先の細いものでリセットボタンを押します。そして、エアコンが動くか確認します。エアコンが動かなかったら、リモコンの発光部が壊れていないか確認します。カメラ機能付きの携帯電話を準備します。 スマートフォン、デジカメでも大丈夫です。カメラ機能を作動させます。リモコンを準備します。リモコンを押しても発光部に変化はありませんが。カメラで映すと発光部が光っているのが確認されます。 リモコンの発光は肉眼では見えませんがカメラを通して見ることができます。発酵が確認できなかった場合はリモコンが故障しています。発酵が確認できたらエアコン本体が故障している可能性があります。リモコンの故障の場合は修理業者に修理を依頼しましょう。リモコンに異常がなかったらエアコン本体の確認を行います。応急スイッチを押してエアコンが動くか確認します。 応急スイッチを押してみます。正常に動くか確認します。なお、カバーの中に応急スイッチがある機種もあります。応急スイッチを押してみます。 応急スイッチを押して、エアコンが正常に動く場合は、リモコンの受光部に異常がある可能性があります。修理業者に受光部の異常を伝え、修理してもらいましょう。エアコンは動いているが、風が出ていなかったり、風が弱い場合は、室外機が動いているか、確認しましょう。室外機が動いていない場合や、動いているがすぐに止まる場合は、室外機の故障が考えられます。修理業者に室外機の異常を伝え、 修理してもらいましょう。また、電源をつけた時に、異常を示すようなランプの点灯、点滅などがあった場合は、そのことを修理業者に伝えましょう。今までの状況を踏まえ、修理が必要な場合は、メーカーのホームページなどから修理依頼をしましょう。その時は、エアコンに記載されている品名、型番、品番などを伝えるようにしましょう。